はいこんにちは清野ですここまで何回かねあのポアンカレープロット解析っていうのを説明してきましたそしてその中で非線形について、まあ、説明しますよということで言ってきましたので今日はこのはい非線形ってどういうことかなっていうのをちょっと説明しますでそしてポアンカレープロット解析っていうぐらいなのでポアンカレープロットがどういう使われ方をしてきたのかというところを説明します、まあ、心拍変動仕様の話ですここはね 一般的な非線形であるとか、あの、カオスの話ではないです。はい。で、心拍変動で非線形指標と呼ばれているもの、あの、いくつかあります。で、えー、あそこにあげました。例としてね。まあ、今日は、引用文献はあげません。はい。まあ、いくつかの論文であれが非線形指標ですよと書いてあることがあります。それでは、問題です。あそこに書いてある A、B、C、D のうち、 どれが非線形指標でしょうかで、はい、これね多分あのー、論文を見ればねあれこれ全部非線形指標って書いてあったよっていうふうにあの答えられる方もいると思います。でこれまあ私の意見ですけど私の、あのー、理解では A の パワースペクトルがこれログログ取ったら直線になって F 分の1裏切って言われるやつですね。これ。まあ線形ですよね。線形です。はい。で、ポアンカレプロット自体はプロットなので意味がないですけど、えー、心拍変動指標で使われている SD1 と SD2。線形ですよね。はい。そして、ハースト指数。これは、まあ、フラクタルと関係するっていうこともありますし、まあ長時間相関と言われる相関の性質を特徴づけるものです。はい。で、 DFA って書きましたけどもディトレンディッドフラクチュエーションはないですねこれで、えー、ログログで直線になる傾きを求めるこの α1 とか α2 ありますけどこれも線形ですよねはいで D のエントロピー指標プアプロキシメートエントロピーとかサンプルエントロピーこれは、まあ、これは非線形の特性は、えー、入ってますはいこれは入ってますので私の意見ではまあ D ぐらいかなっていうふうになりますはいということで 現状、非線形じゃないのに非線形しようと呼ばれるものって多いんじゃないかなと。で、私もこれから、うん、もう一回勉強して、理解していきたいと思いますけども、まあ、ここは私の、まあ、考えを説明するということです。はい、そして今回、あそこ、まあ、ポアンカレプロットって、あの、書きましたけど、あの、ポアンカレプロット、心拍変動じゃなくて、もうちょっとその歴史の前に戻りまして、ポアンカレプロットって何の役に立ってきたのかと。何だったのあれということを説明するのが今日の、 ポイントですはいで。気持ちはわかるまあこういうね非線形でないけど非線形指標とまあ呼ぶような気持ちは分かります。これは主にあの非線形の分野これは数理とかね数学物理とかですよねそういう科学数理科学の分野で、まあ、非線形に関係するような文脈で登場するからというところがあると思います。そそしして、て、皆さんが論文を書く。そして 研究テーマを考えるときには違う分野のものもをこうガッチンクするつまりまあ生態に関係したようなね医学であるとか生理学生物学そしてあ数学物理で関係したようなこの概念をこうね両方こうガッチャングさせるそうすることによってこう新しい研究っていうものがね形としてできるとそういうふうに進めていくっていうことこれあります私もまあそ,それはもうそうだと思いますしやってます。はい。ということで気持ちはわかるんですよということあります。そして 生命システム。まあ、生きてるシステム。これは間違いなく非線形です。当然、これはもう絶対です。ところが、個々の現象であるとか、その振る舞いを見た時に、必ずしもこの非線形っていう枠に入っているかどうかっていうと、必ずしもそうでないこともあるよということです。はい。で、ここでは言葉を整理します。 用語がね、やっぱ用語が難しいんですよ。これあの、私も、えー、生物、生理学、医学。用語が難しいんです。あの、名前がいっぱい出てくるから。んそして、まあ、そちら、医学側、生理学、生物側から見ると、まあ、数学の言葉が逆に難しく感じるということあると思いますので、ここでは言葉を成立するということをします。はい。で非線形。非線形っていうのは単純ですよね。線形でないことです。うん、これは間違いないです。で、 線形、これはまあ数学的に扱うときには定義があります。そして線形というのは線形微分方程式あの微分が入ってる方程式ですよねあるいは線形差分方程式これは高校の時は全化式って言ってたやつです。で線形。で線形確率仮定これはランダムな要素が入ってるような、えー、こうプロセスなんですけどもそれぞれに線形ってこういうものだよって決まってます。 でそうじゃない枠から離れたものが全部非線形です。で,すか、ねでまあ、自然現象、まあ、体の現象も、まあ、もちろん線形ってのはごく一部で外全部が非線形です。それは間違いないです。はい、そしてここでね線形非線形を考えるときにもう一つこの,、まあ、この数式で記述する形の違いも意識する必要があります。で大きく分けると2つこ2番目に書きました決定論的システムと確率論的システムに分かれます。 で決定論的システムっていうのはこれは数式を解けば未来の状況がもう一つに決まりますよというシステムです決定しますからね決定論ですここに書きました初期値が決まれば時間反転未来へのこの進む道はもう一本道だということですはいでそしてそれに対して確率論的システムっていうのはサイコロを振って値を決めるような 要素が入ってますランダムな要素に駆動される、ね、こういうのが入ってそれの数字によって値が決まっていくようなシステムが確率論的システムです、はい、そしてそれら決定論的システムと確率論的システムを、まあ、混合したようなシステムももちろんありますよということですよね。でですので決 定論的に考えているのか、確率論的に考えているのかで、ちょっと話が違うことがありますので、そこをちょっと混同すると、えなどういうことを考えられているのかなって、分かんない時があるということです。はいそして、何よりもですね、数学、数式で扱う、物理的に扱う、数理科学的に扱うっていう場合には、必ずですね、シンプルで扱いやすいシステムからスタートするんですよね。理想的に数式でこれで書けるよと決めちゃうわけです。 しかし、我々生きてますから、生物、生態、生きてますんで、もうこれは絶えずも外界の変化に応じてですか、ね、変わっていくし、もうなて言うんですか、じっと同じ状況っていうのがもうないわけですよ。うん。そういう意味で、そういう理想的なシステムと生きてるシステムとは違うよということも、これは言葉でなくて、まあ、意識、お伝えしたいと。意識してお伝えしたいということがあります。ここで、ポアンカレプロット、今日説明するんでした。 ポアンカレープロットは、どこで使われてきたかっていうと、はい。決定論的システムです。はい。そして、非線形なシステムです。決定論的システムで、非線形なシステムでは、このカオスっていう現象が起こります。カオスって、あの、私の部屋も散らかってますけど、こう混沌としてるとかいう意味ではなくて、これは、えー、専門用語として、決定論的カオスというのがあります。デターミニスティックケイオス。 はい、これはもう現象に名前がついていてます非線形で起こります線形の場合一番上に簡単に書きましたこれもう誤解を恐れずにもスパッと簡単に言いますまあ線形の決定論的システム微分方程式で書かれることが多いですけどこの場合答えっていうのは指数関数になるこう減衰していくんですねこうだんだん一定にあるいはもう発散しちゃうかサインコサイン振動するか あるいはまあ振動しながら減衰するか、まあ、それの組み合わせにすぎません。はい。外力がある場合はちょっと違いますよということも書きましたけども。ところが非線形になると振る舞いはもうもっと豊かです。そこでカオスっていう現象が見られるっていうことですね。で初期値が決まればね、決定論的システムって未来の状態ってこう、もうもう計算式に入れれば決まるはず。なのに、未来が予測不可能になる現象、これが決定論的カオスです。はい。 カオスでは振る舞いは非周期同じパターンは二度と繰り返さないですそして、まあ、確率的にも見えるわけですねはい早く見ればねはいということで不思議な現象カオスっていうのがありますでポーンカイプロットっていうのはこのカオスっていうのを見える目に見えるように目で確認するそういう目的でまあ使われてきたということがありますでここに書きましたけども決定論的な非線形なシステムでは カオスっていうのがあるので、それを分析しましょうよということです。で、心拍変動ですね。この話題は今日京都がずっと話してる。この心拍変動の話をずっとしてます。心拍変動はカオスなんでしょうか？はい。これについてはですね。あのこの疑問も1980年代からいろんな人が考えてきたと思います。で、私もこれ影響を受けました。 でえー、1989年に出版されたこのサイエンスに出版された論文ですねプールポル、うん、あの呼び方はわからないですでタイトルが「Is it healthy to be chaotic」あれ「健康ってカオスっていうこと?」っていうねタイトルの論文がありましたでそこでのメッセージっていうのはこう訳に書きましたけどもカオスっていうのは 心臓や脳なななどの体の体器官に健康な適応性をももたらししていいるかもしれないとこういうまあ疑問が提示されているというわけですよね。でこの論文以来体の中でいろんなことがカオスだよカオスだよっていうのも,ももちろん報告されてきました。でもうダイレクトに「心臓やってかい心臓いやなんて書いてありますので心拍のこのねリズムの揺らぎってあれカオスなんじゃないかということで私も興味持ってあのー、研究してました。はい しかしですね、まあ、少なくとももう低次元のカオスここは難しいところですよね低次元カオスって何かこれまあ変数が少ない式で書けるようなカオスではまあ少なくともないでだろうというのが私のまあ結論です。ですのでカオスカオスっていうのを追求しても心臓の拍動がなんかカオスと関係してるこれ追求してもなかなかねあの答えも出ないし世の中の役にも立たないので私はそれを追うのはもうやめてます。あの私は、えー まあこのカオスの研究で博士号を取りました。はい、でその頃はですねもうカオスはブームの下火でした。はい、私この本をねあの先生に指導教員の、ね、内上信子先生に紹介していただいてあの読みまして、はい、カオスにも興味を持ちました。はい、ですよね。で、まあ、カオス1990これ89年ですか。うん、あのブーム もういろんな人が研究してましたけれども私がもうやってる頃にはもうあこれブーム下火なのかなっていうふうにあの感じましたこの本の帯に書いてあったんですけど「カオスは相対論量子論に続く20世紀最大の発見」あここの帯には「今世紀最大」と書いてありましたけど我々はもう21世紀に生きているので20世紀の最大っていうふうに「20世紀最大の発見」って書いてありましたけど、まあ、そうなのかなーっていうね今では思います。はい、ただね、 影響このカオスも影響を受けましたしあちらのね論文にも影響を受けました。はい。ということでじゃあカオスまずね具体例身の回りにあるカオスちょっと体から離れますけど具体例を使って説明します。これ私のあの博士論文にも関係します。はい。カオスというのは決定論的な式に従っているんですがの同じパターンは二度と繰り返さないし 未来が予測できなくなる不思議な現象ですはいそうういのはカオスが見られるような身近な現象これ何かっていうとこれ水滴がですねわずかに緩んでとポタポタポタと落ちますよねそのリズムがですねこの流れ出る量によってはカオスになることがあるんですはいですねここ水滴の落下時間間隔これをね t サブ1ね t の1 t の2って書きましたこの水滴のポタポタね なんかくだらなく思えるかもしれないですけどこれをもう真面目に研究してきたわけですはいでもう厳密にこのポタポタの感覚を測ろうと思えばこうレーザーをですね当てて水滴がそれを横切る時を検出すればいいわけですそうするとコンピューターの中でこうポタッとこう横切る瞬間にこう,ピッこう信号が出ますよねピッと出ますそしてこの時間の感覚を見てやろうと心拍変動の RR 感覚に似てますよねこう横切る時にピッと出るということでこっちがねこういう風に出ますで この感覚がカオスかどうかを確認するっていうことがやりたいわけですよね。どうやってカオスであることを確認するのかと。でそこで登場するのが再起写像。私だとたら再起写像と言いますけども、まあ、心拍変動業界ではポアンカレプロットと呼ばれているものです。でこれはもうポアンカレプロットをご存知であればやり方は想像つくと思いますけども。 その時間,間隔ですよねこれを隣り合う数字をペアにして横軸縦軸にプロットしてやるわけです。はい、そうするとですねこの水滴のカオスを最初に世界で最初に報告したロバート賞ですねこの彼の本からの、ね、図を示していますけれどもこういうふうに見えてくるわけですね。でここで何が大事かこいや形が見えるねっていうことでここでカオスかどうかをどうやって判定するかというとはいこれですよね。 2、はあ、次関数というかこういう山のこの関数みたいな形が見えるねということでこれが決定論的な構造なわけです。ですかだって tn の値が決まれば次の値てんでんでんでんときてここあ難しい入ってあえばはこうぶつかったら次ねこうですねこっちですねこっちのこの値には、ね、決まるよということですね切れちゃいますけどこうねつまり tn が決まれば次の値決まっちゃうよということ1つに決まる。でもちろんノイズはありますので多少ねばらついてきてますけども。 あこういうふうな形があるということがカオスの証拠なわけです。はい、というふうにポアンカレプロットっていうのはあそこはこの現象ってカオスかどうかっていうことを見える化してくれるわけですよね。はいということです。ということでいくつかの時系列を使ってポアンカレプロットをまあ描いてみましょうということではいここで示します。6パターンですねまあ、もう,こう タイトル書いてますけども、これはすべて、二度と同じパターンは繰り返しません。これ何のデータかっていうと、はい、ここ書きました。<ん>まず、えー、こちら。白色ノイズって言って、これはもうとにかくランダムな数字が順番に出てくるだけです。その場合正規分布に従うんですけども、これ詳細はね、ここでは、あのー、一旦、えー、飛ばします。で、この、終わった後にちょっと補足しますね。はい。この お話が終わった後に、今日はちょっとだから終わった後もちょっと続きます。はい、ということで白色ノイズっていうのはランダムな数字が出てくるだけです。はい、でこれは、えーまあ、線形確率過程の例です。はい、もう一つ一時自己回帰過程っていうのの時系列をこれはこあこれコンピューターで全部生成します、はい。この4つはコンピューターで生成します。はい、で一時自己回帰過程これも確率過程です。先ほどね。 確率決定論、はい。で、これ確率過程で線形の例です。はい。そこは他はちょっと飛ばします。はい。で、こちらね、f 分の1ノイズ。よくね、これ心拍変動も f 分の1ノイズなんだと。f 分の1裏切っていう性質持ってる。うん、確かに持ってます。で、これはコンピューターで作りました。これも確率過程の例で、確率過程の意味では線形です。で、f 分の1ノイズ。 を非線形に分けたくなる気持ちこれは分かりますなぜなら、えー、非線形なシステムでよく観測されるからですただ時系列の性質はこれは確率過程として記述されるので線形ですはいですねそしてこれ今度はこれは決定論的システムですはいあでこれ言葉説明しなかったですね決定論的なシステムっていうのを数学用語で力学系と言いますこれ ニュートンの力学、力関係あるのそんならもう関係ないです。数学では決定論的なシステムを力学系って言います。はい。ですので、これは専門用語に過ぎないです。はい。で、決定論的システムで、この場合は非線形です。はい。線形、線形、線形。ここは非線形です。そして、これはカオスの例です。はい。具体的にカオスの時系列です。 というふうに、4つの数値的に作る、コンピューターで作ったね、こう仮想的に作ったものと、はい、これ、水滴の落下リズム、実際のデータです。これ、あの、私が、あの、大学の時お世話になったね勝、勝山先生、ね。勝山先生の実験で得られたデータを使わせていただいてます。はい。水滴のポタポタ落ちるリズム。そして、これが、心拍変動ですね。RR 感覚のデータです。はい。これらを使って、ポアンカレプロットを 作ってみましょうよっていうことですよねはい、隣り合うデータをペアにして横軸縦軸にね打ってやるということです。はい、パワーの仮プロットを描きます。はい、これですはい、ね先ほど言った時系列、横に並んでましたけど隣り合うものをペアとして座標として打つ。はい、これをすると、はい、こうなりますねどんどん形が見えてきます。はい、見えてきました。はい でこれでもう何だ,何だったかなとこの例何だったかなってはいこうですよね。はいねはい、白色ノイズ一時自己回帰ウェ F 分の1ノイズエノンシャドウ水滴落下と心拍リズム。はい何が見えますかということですよね。ホワイトノイズの場合はこれは、まあ、とにかく次今出た値 xn と次の xn+1 の関係ないないです。だからこうブワーッとなる。 これに直線的な関係がないっていうことが予測できないっていうことです。はい。こちら何だったかと。こちらね。何だったかっていうと、これは一時自己回避過程。これは確率過程で線形です。はい。で、こちらの白色ノイズとの違いっていうのは、こうですね。xn と xn たち数1がちょっと関係してますよね。直線的な関係があります。ですね。こっちか。直線的な関係があります。これは相関。自己相関と言われる性質ですよね。 はい。自己相関がある。当然ね。線形確率過程です。はい。で、こちらは F 分の1ノイズ。F 分の1ノイズっていうのは長時間相関があると言われる、言われる時系列です。まあ、長時間も相関があるだから短時間も相関がありますので、これ、直線的な形が見,ら見れれば、あれば相関があると。相関がありますよね。ということですね。では、ポアンカレプロット。 はい、どういう文脈で使われてきたかというとカオスを見たいか。はい、ということでエノンシ写像では見てください先ほど言った何かこう関数みたいなのが見えるわけですただ1対1ではないですけどねこういうふうに線になってるつまりある値が決まれば次の値は、まあ、どっちかはこの状況では決まらないんですけれどもこれとは明らかに違いますよね。 決定論的な構造があるということ、そしてまこういう二次関数的な構造があるっていうことも必要ですけれども、これはカオスなんだと、決定論的な構造があるのに不規則な現象が出てるんだということがこれを見るとわかるわけです。はい、そして水滴の例ですよね。水滴の例これ見てください。もうエノン車像よりもちょっとこのまあ、変な形してますけども、こうただこういうのとは違いますよね。 なんか線になってます。線になっても激,激しくもうぐるんぐるんになってます。ね。ロープがこうなるようになってます。でも、決定論的な構造があるんです。だからこれはカオスなんですよ。ということですよね。心拍変動の場合、はい、これです。はい、どれに似てますでしょうかっていうことですよね。はい。いいですかもう一回いきますよ。線形確率過程、線形確率過程、線形確率過程。 非線形な決定論的なシステム。水滴はカオス。心拍変動は RR 感覚はこれです。ということです。はい。ということでまあこううい確率過程ではこれをまあ、ポアンカレプロットと言わずにまあ散布図ですよね。うん、でこの45度のこの構造が。 自己相関という確率過程では基本的な特徴量を表しているのでこう線になるっていうことは確かにあの線形過程の特徴を見る方法でも役に立ちます。はいということでこの、えー、6個の例でポアンカレプロットってどういうふうに使うんだろうっていうことを説明しました。はい、で注意する点は数理数理科学ですよね数学物理の側から見れば。 これなんで非線形って呼んでるんだろうなって思うものが心拍変動の非線形仕様には入ってます。はい。ということで、まあ、その意味を理解する時にはちょっと注意していただければなと。で本当の意味っていうのをちょっと考えていただきたいなということがあります。ただこれはもちろん本を読んで理解しなさいよとか論文を読んで理解しなさいよとかそういうのむずそういうのではなかなかこのね異分野数理科学と医学生物学生理学これをね走渡しすることができません、ね。 うん、お互いに協力していくことが大事だと思います。はい、ですので、えー、疑問があれば質問してください。はい、次です。ポアンカレプロット本来の使い方はこうカオスを可視化できるって言うことですね。非線形決定論的なシステム、これのカオスを可視化できるということです。決定論でないシステム確率過程で使えば、これは散布図で。 この場合はカオスを可視化するんじゃなくて自己相関という隣り合う値の直線性のこの強さを可視化できる。そういう方法になります。はい。そして心拍変動は低次元カオスではないでしょう。というのは、まあ、先ほどのプロットを見てもわかります。こうですね。これ、ちょっと線がね、いろいろ行ってあり来たりしてますけど、これもエノンシャドウってあちらの例もね、こちらの例も、こちらの例も、こちらの例も、 比較的低次元のカオスです。はい、変数は23個使えばいいでしょうという高次元のカオスっていうのはもちろんこういうのがね高次元のカオスから出ている可能性っていうのは否定はできません。で、まあ、少なくとも心拍変動っていうのは低次元のカオスとはもう見た目が全然違うでしょうということがありますので心拍変動は少なくとも低次元のカオスではないということ分かりますので。ということであの水滴のデータはねあの勝山先生。あの はい、あの年賀状しかねもう20年ぐらい出してなくて本当に申し訳ないです。はい、ということで一通りポアンカレープロットの、えー、使い方っていうのを説明しました。ということで、えー、今日の参考文献はこちらです。はい、紹介したものですね。で私もあの水滴の研究、はい、してました、はい。ということです。はいはい、でここからは、まあ、もうあのあ そういういことか分かればいいですここからは時系列を生成したモデルがど,どういうものなのかっていうことを簡単に説明します。はいまず最初はホワイトノイズです。はい、これはホワイトって、まあ、白色ノイズですね日本語で言えばね。えー、これは光白色光との類似性から名前が付けられてます。で白色光っていうのはまあ可視光で言いますよ目に見える。可視光で言えば あのこの虹色にね分かれる成分のどれもがだいいいいた同じぐらいの強さで入ってます、はい、そういう意味でこういう周波数の異なるこの波の成分がほぼ同じだけ入っている同じ程度に入っているものを白色ノイズホワイトノイズと言います。ね、これね パワースペクトルというのはです、ね、横軸周波数で縦軸にその,この波の成分の振幅の二乗に比例する量これが描いてありますのでパワースペクトルがこう平らになっているような時系列をホワイトノイズ白色ノイズと呼びますですね。こういうふうにこうですね。はい。ということです。はい、で白色ノイズっていうのはこれは無相関なノイズの典型です。ですね。 つまり、えー、先ほど、えー、ポアンカイプロット、散布図でこう45度のラインに乗るような構図がなかったですね、白色ノイズは。こう分厚した、ホワイトノイズはね。それで、無相関なノイズの例です。はい。そして、次は、こちらか。一時、自己回帰過程。こちら、確率過程ですよね。で、確率過程っていうのは、こう、確率的な変数に駆動されるもの。ということで、 白色ノイズ登場しましたけどイプシロン N と書きます。これはだからランダムな数字がどんどん出てくるもの。それに駆動されると。そして式のルールがこれで与えられます。1時っていうことはですね、xn を決めるのに1個前、n-1 って1個前の値に依存しますよっていうことで、1時っていうふうに言ってます。で、係数、a ですよね。あれは定数ですよ。a がかかって、前の値をかけて、そしてノイズを足す。これを繰り返し続けていけば数、時系列が得られます。そして、 xn と xn たす1の相関係数。これをラグ1自己相関係数と言います。ねこうなるとこの。これが細くなるのか、ブワーっともうちょっと広くなるのかっていうことですね。それが a の値に依存します。というか a になります。ということで、これは1を超えるのはダメです。で、その0.9とかね。あ、先ほどの時系列言ってなかったです。0.95にしました。はい。この値を変えるとああの、この直線性が変わってきます。 はい、ということでこれが一次の例が F 分の1ノイズ。はい、これも確率過程で確率過程の意味では線形です。はい、これは何かというと白色ノイズとの違いで説明しますで先ほどパワースペクトルと言いましたけどもこれですよね。パワースペクトルがこう平らになるのがこれが白色光と似てるから白色ノイズです。これは色をつけました。 赤から紫までですね。こう色の可視光の、えーね、このばらつく可視光の要素とまあ類似性で、まあ、周波数が低い方が赤色っぽい高い方が紫っぽいわけですよね。これがどの周波数も同程度に入ってるっていうのが白色光です。ところが F 分の1の樹っていうのはこの F は周波数です。周波数が低くなると、こうですね、 あこのパこのこちらの縦軸が F 分の1に比例するっていうことです。で、これ、なんで直線なの反比例じゃないと思うかもしれないですけど、ログログを取れば、この傾きはですね、マイナス1個傾きになります。ということで、こういう構造を取ります。パワースペクトルが。はい。で、この構造と色の関係を見てください。低い方の周波数っていうのは赤色が強いんです。こちら紫ですよね。ということで、白よりも真っ平らになれば白色。 赤が強いということでピンクノイズとも呼ばれます。はい、でこういう特徴が見られるものを F 分の1ノイズと言います。そして、えー、こちら1982年にムチャ先生ね報告されたように心拍変動には F 分の1の特徴が見られますよということです。はいこれが F 分の1ノイズの例です。そしてこちらですねエノンシャこちらエノンシャゾというのはこうですね。 定論的なシステムで非線形、そしてカオスを示します。はい、これについて説明します。エノンシャー図は差分方程式というので書かれます。まあ、高校の時では全化式で、これが二次元というのは2変数ありますよね。これは2変数あります。x_n と y_n これが進んでいくと。でこれ一つに書き直すと2つ前の過去まで関係するという意味でも二次元です。はい、ということでこの 式で繰り返し数字を作っていった結果がエノンシャ像の時系列ですで確率程と,と何が違うかこれ意識してください。ここではノイズ白色ノイズなんて入れてないんですよ。何にも入れてないの。決定論的なんだけれども非周期的なパターンになっているということです。そして今回の例でもこの A が 1.4B が0.3パラメータ入ってますね。AB っていいうううののは定数の部分ですそういうところに この筋が入れてます。そうしたらこういうふうに、ね、こういう絵が描けますよということですよね。でこの形ってアトラクタって言われます。でこの中にフラクタルの構造がありますよということもあります。ということでこれは決定論的なシステム非線形なシステムそしてカオスになる例でした。はい、いいですか。ということで今日はポアンカレープロットが、まあ、どういうふうに使われてきてどういうふうな役割があるかということを説明しました。はい、以上です。